皆さんこんにちは、阿部拓也です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今日はですね、吹奏楽の中でもよくやられるポップスの名曲ですね、ユーロビートディズニーメドレーの中間部にありますパーカッションソロ、その8小節のパーカッションソロをですね、ドラムソロでやるというバージョンを4つほど紹介したいなと思っております。アドリブで演奏したものになりますので、少し難易度が高く感じるかもしれませんが、いろんなアイデアを散りばめて演奏してみましたので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいなと思っております。それではまず、4つのパターンをですね、お聴きいただいて、後で解説というのをさせていただきます。それではどうぞ。いかがだったでしょうか。少し難しいフレーズも多いかなと思いますが、こちらを4つのポイントに絞って解説していきたいと思います。こちらはですね、ドラムソロ他の曲にも当てはまることがたくさんあるかなと思いますので、参考にしてください。1つ目はアクセントの置き方を工夫してみようということです。16音符を叩いているフレーズが多いんですけれども、その中でアクセントをですね、いろんなところに散りばめることによってリズムの形が浮き彫りになってきますよね。例えばタン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 って、16音符の1つ目と3つ目のところにアクセントを置くだけでも8音符に聞こえたり、例えばタンタタっていうところにアクセントを置くと、そのようにこうリズムがこう1つの形になるということですね。でこういうことを使うことによってバリエーションがかなり広がります。どうしても最初のうちはアクセントっていうのは難しいので、ちょっと平坦になりやすいんですね。タカ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 って同じ音が続いてしまったりするんですけども、それを少しこうバリエーションを持たせるということでリズムをこう浮き立たせるっていうのが一つポイントになります。で、2つ目のポイントですけれども、タム回しのやり方を少し工夫することでいろいろな楽しいフレーズが作れるかなと思っております。例えば、一つには上のタムから下のタムに向かうトコトコトコというフレーズですね。これは、一番メジャーなやり方かなと思いますし、ハマりやすいフレーズかなと思います。上から下にこう流れるフレーズっていうのは、まあそれだけでかっこいいんですけれども、そこを少し今度はじゃあ例えば下から上に上がっていくフレーズ、フロアタムの方から上のタムに向かうフレーズだったり、フロアタムを使ってスネアを置いてまた上のタムに向かっていくというトントントンってこう上がっていくようなフレーズっていうのが少しおしゃれな感じがするんですね。でこういうのも入れることによってバリエーションが豊かになるかなと思いますので、こちらも少し取り入れてみてください。3つ目のポイントなんですけれども、これは足を使ったフレーズを入れてみようということになります。技術的にとても難しいんですけども、これができるようになるとすごく効果的でかっこよくなっています。まあ、今回の動画の中でも割と多くこのフレーズ取り入れたんですけど、タカドタカドタカドですね、手が2回と足っていうタタドっていうフレーズだったりとか、他にもいろいろこうフレーズの中に足が組み込まれているんですけども、試してみると面白いのかなと思っております。最後ポイント4つ目なんですけれども、リズムの16音符だけに頼らないで3連符とかですね、取り入れたり、リズムのこうシンコペーションと言われるこう拍間をまたいでいくようなフレーズを組み込んでいくっていうことをやると、ちょっとこうクロートっぽいというかですね、こうワクワクするようなフレーズが作れるかなと思いますので、ぜひそちらも挑戦してみてください。具体的には一
つやりやすいなと思うのは、割とこういう今回の曲はテンポが152だったかな、確かそれぐらい速いあのテンポの曲ですので、ずっと16分音符でいくとちょっとこうなんていうんですかね、こうせわしなく聞こえるというか、少しこうまあずっとダーッとこうタカ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 っていうのが続くよりは、その中に今回よくやってるのが3連符のフレーズを入れたりするんですね。タタタタタタンタタンタタとかっていう、そういうフレーズを入れることによって鉛が入るようなフレーズだったりとか、少しブレーキがかかったり、あとはもう一つよくやっているのが、こう一拍半でこうフレーズを作っていくってやつなんですけど、タン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 のようにちょっとこう拍をまたいだ感じにすることによって、大きなリズムがその中に生まれるということを意識してあの演奏しています。そういうことによって、ずっとこう四分音符でこう足を踏んでいたとしても、ターンツターンターンツターンとこう小節感をまたいでいったり、拍をまたいでいくフレーズっていうのをやることによって、さらにですね色味が変わってきて、すごくこうかっこいいドラムソロが作れるようになるんじゃないかなと思いますので、そちらもぜひ挑戦してみてください。今回お話ししたこの4つのポイントっていうのは、どんなようなタイプの曲でも当てはまりやすいことなので、こちらをですね今後ちょっとこう他の曲でもですね、こういったことを解説したり、具体的に実際ドラムセットを使ってゆっくり解説するような動画も作りたいなと思っておりますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。阿部拓也でした。それでは。